ディスコードは、Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS、And Web ブラウザで動作する、ビデオ通話、音声通話、VOIP フリーウェアである。アメリカ合衆国で開発されており、2019年5月時点で、ユーザー数が2億5000万人に達している。オープンフェイント創設者のジェイソン・シトロンが立ち上げた、ハマーチーゼルが、モバイルモバゲーム、f a イ e フ Forever をリリースした後、 2015年5月に Discord をリリースした。EUWeb を通じて9人以上のインキュベータから資金を調達した。Skype や Teamspeak などの他の VOIP ソフトウェアの良いところを組み込み低遅延の通信を目指して開発された。Discord は Twitch の人気ユーザーやスターシチズンのゲームコミュニティなど e スポーツとラントーナメントのゲーマーによって普及していった。 サービス名と同名の会社は、オープンフェイントの創設者、ジェイソン・シュトロンによって設立された。ディスコードは、基本的なチャット機能を一通り搭載している。マンブル等の VOIP と同じオーパスコーデックが、採用されており、定例天使のボイスチャット機能など、ゲーム中に使用するような仕組みが用意されている。2016年12月には、ゲームブリッジ API を導入し、開発者が、 ゲーム内にディスコードの機能を組み込めるようになった。ディスコードはゲーマーだけでなくテレワークにおけるビデオ会議システムや簡易的な IP 電話としても活用されている。このような動きを受け2020年7月にブランディングイメージをゲーム専用グループチャットからあらゆるコミュニティが使えるコミュニケーションツールへと変更した。2021年5月に ソニーインタラクティブエンタテインメントとパートナーシップを締結し、2022年前半にはプレイステーションネットワークでディスコードが利用できるように取り組んでいると発表した。チャットは2人、または複数人のグループでのダイレクトメッセージや招待されたユーザーが参加するサーバーで行われる。サーバーは文章でのチャットを行うテキストチャンネルと呼ばれる場所と音声でのチャットを行う。 ボイスチャンネルと呼ばれる場所で構成される。サーバーではメンバーに役職を割り当てることができ、役職ごとにサーバーの管理やメッセージの管理といった権限を設定できる。ビデオ通話と画面共有の機能が存在し、10人まで同時に DM 経由で映像を配信できる。また、ゴーライブというゲームの配信機能も提供されており、ボイスチャンネル内で配信できる。 ディスコードニトロという名称のサブスクリプションサービスが存在し、加入者にはアップロードできるファイルのサイズの上限の引き上げや画面共有における画質の向上などの特典が用意されている。ディスコードサーバーブーストという格、サーバーごとの特典機能が存在し、レベルごとに一定人数がブーストするごとに、カスタム絵文字追加の上限の上昇、通話の音質向上、 動くサーバーアイコン、カスタマイズされたサーバー背景、GoLive の品質向上などの特典が使用できる。2018年10月にゲームストアのベータ版が全世界に開放され、同時に Discord トロの加入者向けに PC ゲームの無料配信も開始された。当初は Discord 側が選択したゲームのみを販売していたが、2019年からは、 一般の開発者もゲームを販売できるようになった。売り上げの9割が開発者の取り分となり、ディスコードは残りの1割を受け取る。2019年10月15日をもって、ディスコードニトロ加入者へのゲームの配信を終了することが発表された。加入者の大多数は提供されたゲームを遊んでいなかったという。またゲームストアは2019年3月より、 段階的に縮小されており、アクセス不能になった。ありがとうございます。